皆さんどうもこんにちは。毎度おなじみいつも眠いうぷ主のミーです。このゲームではおなじみ、ゆうとです。ばあさんがレギュラーメンバー化しつつある、マリサだぜ。ということで今回も、意地悪先生に仕返しをするゲーム、スキャーリーティーチャーを実況していきたいと思います。前回は何をやったの？プールの氷を溶かして落としたり、クリスマスツリーを爆破したよ。胃もたれするくらい濃いことやってる。今回はどんないたずらをするのか、早速やっていきましょう。Tがこの世界で何よりも愛していることの一つは、エッグノッグです。特別なものにしましょう。エッグノッグ。牛乳ベースの甘い飲み物みたいですよ。へえ、外国では一般的な飲み物なのかもな。それに何かを加えるのが今回のいたずらみたいだね。エッグノッグってこの世で一番美味しい飲み物よね。エッグノッグってこの世で一番美味しい飲み物よね。ねえ、なるほど、エッグノックはゲップドリンクだったのか。このばあさんの飲み方がひでえだけだ。さてあのドリンクに何を隠し味で入れよう。彼女の飲み物を見つけて、卵で甘やかします。よくわからないときはすぐにヒントに頼りましょう。卵が鍵になってそう。腐った卵を見つける。腐った卵なんてこの家にあるのか。とりあえずキッチンで卵を探してみよう。卵を。見た目は普通の卵だが、ここにあったぜ。あ、何かで見たことあるけど、腐った卵の見分け方で、水に浮くっていうのがあったよ。え、そうなの、適当に水に入れてた。あ、浮いたぞ。ってことはこの卵が腐っている卵で間違いないです。このゲームのおかげでまた一つ賢くなれたよ。いや、ユートのおかげだろ。ん？これは何？シナモンパウダーじゃない。これで腐った卵の匂いを消せってことか。ふっふっふ、完璧な偽装ですよ。今の音に気づいてないよね。ああ、大丈夫だ。よし、混ぜ終わったから急いでここから離れよう。ささ、もう一杯いただいちゃうわよ。ほんと病みつきになる味だわ。うん、最高。飲み方が最低。また後で飲もう。来て、払いでー。なんで、いてて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 。トイレ。ていちゃんどこにいるの？払いでー。カメラ外に出るほど痛かったんだろうね。腐った卵、恐るべし。ミスティはこの冬楽しい時間を過ごすために痒くなりそうです。はい。ごめん、今回は理解できない。どういうことなんだろうか。痒いってどういうことなんだろうね。とりあえず進めてみよう。部屋の換気でもしようかね。寒い。今日は特別冷える日だわ。この寒さじゃか弱い私はすぐに風邪ひいちゃいそう。ずぶといの間違いだろ。はぁ、寒い。あまりにも寒いから暖かいコートでも着ようかしら。ていちゃん、何をすればいいのか教えてくれない。教えてくれないだろうな。彼女がジャケットを着ている時に彼女のかゆみを作ります。かゆみを作る。かゆみを作るってどういうことなんだ。かゆくするって難しいよね。新しく追加されてるアイテムを探してみるか。アイテムがありそうなのは拷問部屋か作業部屋。この3つのアイテムは初めて見るよ。スプレーか。お、このスプレー、かゆみスプレーだって。かゆみスプレーって、そんなものなぜ買ったんだ。そもそもそんなスプレーが存在していたんだな。お次はジャケットを探すのね。服はドレスの時みたいに寝室のクローゼットじゃないか。ジャケットにこのスプレーを振りかければ任務完了ですね。3種類あるけど、Tちゃんのことだ、紫のジャケットを選ぶはずだよ。こればっかりは勘だな。次は、彼女が入浴する時は必ず苦しんでください。今回の役わかりづらいな。Tちゃんが入浴している時に私たちは苦しめばいいのね。なんで私たちが苦しまねえといけないんだ。かゆくなって、シャワーを浴びるって流れなんだろうけど、まだ何か細工しないといけないのかな。やばい、Tちゃんが2階に来る。今回はひとまず様子を見てみよう。私と言ったらパープル、お気に入りのジャケットなのよ。どうみんな、似合ってると思わない、可愛いでしょ。そう、言葉を失うほど似合ってるってことね。ひとまずジャケットは当たりか。あれ、なんかかゆくね。このコート、ダミでもついてたのか。あ、かゆ。かゆすぎてやばい。ちょっと風呂入るか。ここからどうするかだな。はぁ、お気に入りのジャケットだったのに、クリーニングに出さないといけないわ。あれ、この機械なんだろう。こんな機械、見たことないぜ。この機械は何をする機械だろう。お水を浄化して美容にいい水にする機械。これで私のお肌はもっとピッチピチね。さっぱりしたわ。寒い日にあったかいお風呂は最高ね。超セクシー。ノーコメントだ。お湯を水にしたらどうかな。あ、それかもね。
それじゃあもう一度家中の怪しい場所を探してみよう。家の中には何もないな。庭はどうだろうか。ん？なんか見覚えのないパイプが2階に続いてるよ。それだ、そこからお湯が流れているんだ。ちょうど切り替えレバーもあるよ。最終手段で、マリサさんにシャワーを壊してもらおうかと思ってたけどその必要がなくてよかった。そうなんだと思ってんだ。よし、これで温かいお湯が出なくなったでしょ。さっきと同じようにかゆいスプレーをジャケットにかけて風呂に入るのを待とう。まあ、かゆくなっちまったよ。やっぱあのジャケットは着ない方がいいわな。懲りずに来たようです。また体を流してさっぱりしよう。さあおばあさん、冷え冷えのシャワーを浴びてください。ゴシゴシ、ゴシゴシ。体がかゆいのであって頭は別にかゆくねえだろ。しっかりシャンプーするわよ。さあ流せ。あー、冷てぇ。なんでお湯が出ないんだよ、ちっちょう。サビー。作戦大成功。もうダメだ。じいちゃん死んじゃうかも。ダーリン。文字通り、新年のティーリングを見逃さないようにしましょう。文字通りがわからねえ。ティーリングってどういうこと？よくわからないので、早速スタートしてみましょう。大丈夫なの？いや、ハッピーニューイヤーだわ。めでたいめでたい。ティーちゃんの世界では時間が過ぎるのがとても早いです。新年には花火、そこで私もスペシャルティーちゃん花火を用意したわ。ロケットかな？私の顔の花火が浮き上がって目立ちまくりね。ということで、あの花火に何か細工をしろということだと思います。あれは爆破させたら相当の威力よ。ばあさんもろとも大爆破させましょう。このゲーム爆破が定番化してきてる。まずは指示に従ってアイテムを探そう。花火と一緒に飛ばしてください。ばあさんを花火と一緒に飛ばすって？ああ、そしたらうまいこと花火と一緒に爆破するわね。でもティーちゃんをあの巨大花火にくくりつけないといけないよ。あのばあさんをくくりつけるなんて、不可能じゃないか。どうにか自分から花火にくくりつけてくれないと無理ね。それじゃあ罠を作ろう。罠？花火の近くに罠を仕掛けてくくりつけるんだ。確かにそれなら私たちの姿を見られることなく実行できるな。うぷ主、あんたこのゲームのおかげで悪知恵が働くようになったわね。ティーちゃんには感謝しないと。感謝しちゃダメだろ。それじゃ罠に使えそうなアイテムを探しましょう。あ、こんなロープ見たことない。絶対に使うわね。このスコップも初めて見るぜ。それじゃあ花火のところに行ってみよう。あったあった。裏庭から打ち上げるつもりなんだな。お情け程度にノーマルサイズの花火もあるよ。ばあさんの花にでも詰められないかしら。できるかよ。この花火は関係なさそうだ。お、巨大花火にロープが使える。花火にロープを巻きつけたわよ。このロープをさらに加工できないか。あ、スコップを使って加工できそう。ふっふっふ、罠が着々とできてきてるわ。そしたら雪でロープを隠せってよ。ちょうどここにも慣れてる雪を使おう。どんな罠なのかよくわからないけどできてるのはわかるわ。うまくいくんだろうか。よし、すくった雪をばらまいて偽装しよう。もしかしてこの輪っかにばあさんの足が引っかかる仕組みなんじゃないか。あ、それならばあさんごと打ち上がるわ。それでは準備が終わったので、隠れて結果を見ましょう。それじゃあていちゃん花火に点火するわよ。今年一年も私が主役の年にしてやるわ。え、あ、なんだこれ。じゃあ、殺してー。私死んだの。いや、まだ死んでないわ。己が決め、新年早々なんてことを、絶対に許さないからな。覚えてやがれ。死んだんじゃないの？まさかこれでおしまいか？安心してください。ティーちゃんは不滅です。安心していいのこれ？さあ、次は何をすればいいのか翻訳よろしく。ミスティが目を引くシャンパンシャワーを外すのを見てください。シャンパンシャワー。目を引くって、ただのシャンパンシャワーじゃないってことなんだろうか。それでは実際にやっていきましょう。新年のお祝いをダーリンと一緒にしたいわ。もちろんお祝いのシャンパンは特別なものでね。あの人シャンパン大好きだからきっと喜んでくれるわ。そして今までのブレイもキャラになるかも。ふっふっふ、好感度爆上がり間違いなしね。相当このシャンパンにかけてるわ。そして今回もあのおっさんは痛い目に遭うんだろうな。このゲームの最大の被害者はあのおっさんです。おっさんには申し訳ないけど、ばあさんを陥れるため協力してもらうわよ。このゲームの食べ物、飲み物には必ずと言っていいほど何かを混ぜるけど、今回もシャンパンに何かを混ぜるってことでいいんだろうか。混ぜよう。即答。でも腐ったものを混ぜたってシャンパンが吹き出すわけじゃないわよ。家の隅から隅までアイテムを探そう。あ、炭酸には加えちゃいけない禁断のアイテムを発見。メントスか、ちょうど家にあるとは。シャンパンにこれを入れておけば、コルクを開けるときに大噴射するでしょうね。そのためには、一度シャンパンを開ける必要があって。
さらに開けたシャンパンをバレないように元に戻す必要もあるよ。そうね、完璧に偽装しないとね。まずはハサミでシャンパンの封を丁寧に切り、次は栓抜きで栓を抜く必要があるな。栓抜きならキッチンにあったわ。シャンパンで好感度アップップ。これで栓を抜いて、メントスを投入。野球選手だってやられてるし、おっさんもいいわよね。それとこれとは話が違う。おい、かぶせただけじゃ絶対にあのばあさんにバレるぞ。確かに、テープか何かないかな。ありました。テープの色もちょうど同じだし、これならバレなさそうだぜ。ふっふっふ、完璧な偽装工作。最高のシャンパンパーティーになるといいわね。ダーリン、今日はダーリンにとっておきのものを用意したの。これで新年をお祝いしましょう。ん、なんだいなんだい。早く見せておくれ。じゃじゃん、スペシャルシャンパンよ。ぬか、ぬかー。じゃあ、なにこれー。ダーリン違うの、こんなはずじゃ。大成功。あのおっさんの冷め切った目、一生忘れないでしょうね。お気の毒だぜ。ミスティの七面鳥がお気に召されることを願っています。あの出来事があってからよく七面鳥を焼く気になれるな。ショックだったから焼けで七面鳥を焼いているんじゃない。この七面鳥に何か細工をしましょう。ダーリンにあんなことをしてしまった。事故とはいえ、あってはならないことだわ。この七面鳥を終わりに渡しに行かないと。料理と言ったらこの私にお任せあれ。こういう時は頼りになる炭職人。あの七面鳥を見るも無残な形にしてあげましょう。七面鳥に何か特別なアイテムを仕込みましょう。またあのおっさんが被害に遭わないといいが。ティーちゃんは料理の腕に自信ありげだけど、失敗ばかりしているわよね。そりゃ私たちが失敗させてるからな。何をすればいいのか指示を読んでみましょう。彼女の七面鳥を燃やすことによって、ティーの昼食を逃します。燃やすんだったらやっぱりあのアイテムが必要ね。あのアイテム。ガソリン。暖炉を爆破させた時に使ったね。今回もこれを七面鳥に使うってわけか。ふっふっふ、ティーちゃんを七面鳥ごと吹き飛ばしてやるわ。七面鳥を燃やすために何かを使用してください。どうやらガソリンだけじゃダメみたいだな。このうちで燃やすためのアイテムって言ったら、やっぱりダイナマイトかな。この家ほんとどうかしてる。ダイナマイトとガソリンで七面鳥を調理するなんて最高ね。最悪だろ。ありましたよ。これで準備は整ったかな。一階をまだ探索してないから、一通り回ってみようぜ。あれ、こんなもの今までなかったわよ。なんだこれ、石ころか。謎の黒い物体を入手しました。きっとこれも何かに使うのよ。それじゃあキッチンに侵入して準備しましょう。まずは裏口からティーちゃんが入ってきた時のためにトラバサミを置いておきましょう。本人はまたバグってるけどな。バグってる今のうちに仕込みましょう。集めたアイテムをどこに置けばいいだろうか。ガソリンを直接かければいいんじゃない。この場で炎上しねえか。この器がなんか怪しい。あ、器にガソリンを注げるわ。この消火器にも何か細工できそうだぜ。お、ここでこの謎の黒い物体が使える。なるほど、あれで消火器の噴射口を塞げるのね。結構ゆっくりやってるけどティーちゃんは大丈夫。あ、まだバグってるから安心しろ。最後にガソリンを七面鳥にかければ準備完了。果たしてこれでどうなるのか、急いで隠れて様子を見ましょう。私の七面鳥が、消火消火、急いで消火よ。消火器準備しておいてよかったわ。今ならまだ間に合う。消火ー。しめしめ。消火ー。なんだこれ不良品か。そう。バケツバケツ、あれなら確実に消火できるぞ。私の七面鳥ちゃん今すぐ助けるわよ。急げ急げ、七面鳥は絶対に諦めないわよ。いやー嘘だろ、私までこんがり丸焼き。Dが望んでいた全てのミスは、彼女の管理下にある人々でした。形勢を逆転しましょう。よくわからんけど形勢逆転したらいいのね。大丈夫かよ。いまいち翻訳がわかりづらいので、早速ゲームをスタートしましょう。流れで理解していくしかないな。ふっふっふ、ダーリンを操ってしまえば私のことを絶対に嫌いにならないでしょう。何やら物騒なことを考えているようです。私に何か用かね。ふっふ、ちょっとしたプレゼントがあるのよ。はい、ダーリン。そしてこのティアラを使えば洗脳完了。ダーリン、私のためにちょっと働いてちょうだい。
働く、ミステイ、喜んで。おっさんが洗脳されちまった。このばあさん、本当に容赦ないわね。形勢逆転ってことは、おっさんを洗脳しているティーちゃんを逆に洗脳しろってことか。でも洗脳するにはバッジらしきアイテムを洗脳対象に装着しないとダメみたいよ。まずはあのおっさんについてるバッジを奪わねえとな。おっさん早速鍵やらされてるわ。かわいそうなおっさん、すぐに解放してあげよう。頼むからバレないでくれよ。よし、そしたら今度はこのバッジをばあさんにくっつけましょう。でもばあさんに直接つけなきゃいけないなんて不可能だぜ。いや、あの服を剥ぐことができれば。山賊か何かですか。ばあさんがお風呂に入ってくれたらいいのに。こんな都合よく風呂に入ってくれるのは難しいんじゃねえか。マジか、こんなこともあるんだな。まるで何かに操られたかのように急いで風呂に入ったわよ。もしやこのバッジが私たちの念を。服につける必要ねえじゃん。それじゃあ今のうちに服にバッジをつけちゃいましょう。これでティーちゃんは私に洗脳されるぞ。どんな命令を下してやろうか。ミステイを猫のように振る舞わせる。え、洗脳の内容まさかの決まってるの？しかも猫のようにって、どうすりゃいいんだ。そんな時はヒントを確認よ。催眠術の王冠を見つけます。そういやあのばあさんティアラつけてたな。しまった、ティアラも外してたんだったわ。お風呂に入っている間に、ティアラを見つけて奪っておかないといけなかったんだね。ダーリンがサボってる。バッジが外れたのかしら。こりゃもう一度つけないといけないね。今回のいたずらはやることがたくさんよ。そういや地下室行ってなかったわね。もしかしたら他に必要なアイテムが見つかるかもしれないぜ。ああ、猫ちゃんが閉じ込められてる。今すぐここから出してあげるわね。あのばあさん前にも野良猫をクローゼットに閉じ込めてたことあったのに、懲りずにまたこんなことしてやがったのか。許せない、これは猫ちゃんのためにも絶対に成功させる。あ、猫のようにするって、もしかしてあの猫ちゃんにティアラをつけて、ばあさんを洗脳させるんじゃない？そして謎の宝箱。鍵までつけて怪しすぎるぜ。あったわ、これであとはバッジをつけて猫ちゃんのところに戻りましょう。はい猫ちゃん、ミステイを洗脳して。ニャオニャオ。な、何をしているんだ。猫ちゃん大勝利。ポップタルトという言葉に別の意味を与えましょう。そもそもポップタルトが何なのかわからないぜ。ポップタルトというのはアメリカで定番のお菓子みたいです。クラッカーみたいな見た目でザ・アメリカンって感じでした。今回はこちらのポップタルトに何か仕掛けろってことでしょう。まったく野良猫なんて捕まえるもんじゃないね。あの猫のせいで私は前回ダーリンに恥ずかしいところを見られちゃったのよ。なんとか事故ってことでごまかせたけど、今回こそお詫びとして手作りポップタルトを振る舞うわ。ダーリン、美味しいタルトを作ったわ。家で待ってるわね。あんなことがあったのにまだラブラブなのか。すごいカップルだぜ。まずは使えそうなアイテムを探しましょう。料理系のドッキリに使うものって大抵キッチンにあるよね。いやいや、虫とかガソリンとか突拍子のねえものだってあるぜ。そっか、結局家中を隅々まで探し回らないといけないのか。いたずらは派手だけど準備は結構地味なんだよね。とりあえずマッチは見つけたけど、これ使うかな。どうだろう、マッチなんてそこらにあった気もするぜ。お、冷蔵庫の中に謎の食品発見。クリームかな、腐ってもなさそうだし普通の食品だね。その後もキッチンを物色し、クリームと瓶詰めチェリーを見つけたが。やばい、全然わからん。新規のアイテムはあるんだがこれをどうすればいいのか。ポップタルトにカーソルを合わせても何もできませんしね。今回のいたずら、お手上げになっちゃうかもしれないぞ。これは時間がかかりそうだ。テープを探せってヒントにあるんだけどテープなんてどこにもない。ヒントが嘘なんじゃない。何も信じられなくなるわ。あったー、ようやく見つけた。これでようやく必要なアイテムを見つけたかな。問題はこれを何に使うか。やっぱりタルトを何かするんだと思うから。タルトのあるパーティールームに行ってみよう。あれ、これ風船だよな。この風船も拾えるってことは使うのかな。テープ、風船、クリーム、チェリー。お、開いた皿にテープが使えた。その上にハートの風船を置ける？わかったぞ、偽物のタルトを作るんだ。だからクリームとチェリーを使うんだよ。すげえ、そっくりになったぞ。風船タルトの完成だ。本物のタルトは僕たちが美味しくいただこう。まさかあのアイテムたちを使って偽物のタルトを作れるとは。今回のいたずらはかなり難易度が高かったね。指示も不親切だったし。それじゃあ隠れてばあさんの様子を伺おう。はい、ダーリン、愛のタルトを召し上がれ。それじゃあ早速。
ダーリン、違うの。これは私が作ったタルトじゃ。そもそも普通タルトは爆発しないわ。お気に入りの服だったのに。ごめんなさい、でも本当に私。今回もあのおっさんが被害に遭ったぜ。それでも二人の愛は不滅です。あのおっさん寛大すぎる。ミスティは体重を減らしたいですか？彼女の人生の実行に彼女を送りましょう。これまたわかりづらいな。ダイエットを妨害しろってことなのかな。なるほど、早速スタートしてみよう。私も若い頃はミスコンで優勝していたほどグラマラスだったのよ。あの頃のナイスバディを取り戻してダーリンの自慢のガールフレンドになるわ。ミスコン優勝って嘘だろ。痩せたらあの頃のドレスも着れるわ。これ合成写真じゃないの？顔だけ老けてるんですけど。あ、疲れた、しんどい。ダメよ、あの頃に戻るの。ファイトだ、ティーちゃん。負けるな、ティーちゃん。あのティーちゃんが珍しく頑張ってる。これが意地悪ばあさんじゃなかったら単純に応援するのに。あ、疲れた、ちょっと休憩しよう。大好きな甘いドリンクを控えてプロテインにするわ。じゃあ我々はその隙にあのランニングマシーンを壊しましょう。どうやって？とりあえず工具が必要になると思うので適当に持っていきましょう。ニッパーとかでいいかな？配線を切るつもりか。Tちゃんジムの自慢のマシーン、ランニングマシーンがこちらです。壊したくなりますね。こいつ怖い。お、これはマシーンの配線じゃない？どの配線を切るか。スピードダウンとストップはダイエットに必要ないですよね。厳しい。それじゃあ緑と赤の配線を切れば、止まることがない高速ランニングマシーンになるね。過激なダイエットとはこのことだな。ダメだ、ネジでがっちり止められてる。ドライバーを探してくるしかねえか。ドライバーなら確か作業部屋にあったよね。ドラムを改造するときにこの部屋から拝借したはずなのに。この前掃除したおかげで部屋がだいぶ片付いたわ。そんな。仕方ない、別の部屋を探そう。地下室はどうかな。ばあさんこんなところに放り投げたのかよ。次使うとき絶対困りますよね。それでは改造していきましょう。緑と赤だっけ？黄色と赤だっけ？緑と赤。ふっふっふ、これでもっとダイエットがはかどるぞ。でへ。今度は大丈夫。赤と緑だぞ。まずは赤。ちょ、ニッパーもう一つ必要じゃん。急いで持ってこないと。ん、誰かここにいたのかね。あれ、配線が切れてる。もしかしてあの悪ガキ。最初からニッパーを用意してないとダメだったんだ。やり直し。あのばあさん意外と鼻が利くんだよな。今度こそ大丈夫。緑と赤の配線を貯金。蓋を閉めて退散だ。ひぃ、ひぃ、なんか速くない。こんなスピードに設定したつもりないのに。ストップ、ストップ。って、止まらないけど。どうなってるのこれ。もう、ダイエットやめる。さっきまでの固い決意は何だったのか。あ、ケーキ食べたい。いよいよこのゲームもチャプター5まで進んだか。意外とステージ数多いよな。Tの新しいモットー、落ち着いてスパの日を始めましょう。彼女にレッスンを教える時間難しい方法です。なるほど。早速ゲームをスタートしてみましょう。全く理解してねえな。何これ。随分とダイエットで変わったね。これ像だろ。ミスティの巨大な像だ。美しいハニーの像がもうすぐ完成するぞ。おっさん、ひどい目に遭ってるのにけなげだ。ダーリン、なんて素敵なの。私のために本当にありがとう。続婚じゃねえか。この美しい像に負けないくらい、私ももっと美しくならなければ。そうだ、今日は自分磨きデーにしましょう。美肌パックを用意して早速自分を磨くわよ。ばあさん、ダイエットしたりパックしたりすごい美意識高いな。どこかの誰かさんもその点は見習った方がいいかも。姉ちゃんのことだよ。さて、今回は何をするのか。パックって言ってたからまたパックに細工するんじゃない？そういや前パックにノリを仕込んだよな。あ、だからあんな意地悪い顔になっちゃったんですか。あの顔は元からだ。作業部屋に何かないかな。困ったら大抵ここか拷問部屋か地下室だよね。お、何かに使えそうなボールを手に入れたぜ。ボールを使用してセメントを収集します。セメント？確かおっさんがセメントを使ってたね。おい、まさかパックをセメントとすり替えるんじゃ。そんなことしたらミスティ自身が像になっちゃいますよね。よし、その作戦で行こう。鬼畜の所用だ。あ、パックがあったよ。セメントを入れたらこれと入れ替えればいいんだ。でかでかくない？巨人の子供でした。癖が強いな。お、セメントがあったぜ。ねえねえ、あのおっさんに見つかっても大丈夫なのかな。大丈夫、おっさんは子供大好きだから。適当なこと言うな。ちょうどおっさんが向こうに行ってくれたから今のうちにもらっちゃおう。
これどうやったらセメントが出るのかな。回転してるからまずはスイッチをオフにしないといけないんじゃないか。スイッチ、スイッチ。おっさんに使い方を聞いておけばよかった。教えてくれるはずがねえ。なんだ、こっち側にスイッチがあったよ。これでボールにセメントを入れられるね。これを塗ればお肌ピカピカカチカチ、陶器のような美しさが手に入ります。絶対にやりたくねえがな。それじゃあ早速洗面台にある本物のパックと入れ替えてこよう。今回のいたずらはとってもシンプルでやりやすかった。最初の説明文は理解できなかったけどな。それじゃあミスティ、存分に塗りたくってください。今回のパックは全身用だからたっぷり塗っちゃうわよ。え、全身用。うわぁ、これはエステ大成功なんじゃない。大失敗なんてもんじゃねえだろ。なんか体がすごく重い。私ったら疲れが溜まっているのかしら。それになんだか動きづらいわ。化け物だ。口も開かないわ。うわぁ、なにこれ。ダーリン助けてー。どうした？一体どうしてこんなことに。今すぐ助けてやるからな。あらわざなんてレベルじゃねえ。いやぁ、いたずら大成功。まさか全身に塗りたくるとは。あの後無事に戻ったのか気になります。ミスティはこの災害から跳ね返らないようです。これまたかなり抽象的な紹介文だな。最近紹介文もヒントも親切じゃないですよね。この文だけでは何か全くわからないので、早速やってみましょう。頑張れティちゃん、負けるなティちゃん。前回のランニングマシーンで挫折しかけたけど、今回はマジで痩せてやる。まだダイエットを諦めてなかった。はぁ、いい汗かいたわ。最近あの悪ガキがうちを出入りしているからセキュリティを強化したわ。あ、ほんとだ、なんかモニターがついてる。クックックック。私の指紋でしか開かないようにしてあるから万全よ。これまた厄介なもん取り付けてくれたな。これで安全安心、ダイエットがはかどるわ。今回のいたずらの目的はどうやらこのジムに侵入して何かを仕掛けるみたいです。パスワードならなんとかなりそうだけど、ミスティの指紋でしょ。指紋を切り取れってこと。様子的。いやいや指紋を何かで採取するんだろ。この手のセキュリティを突破するのによく使われてるのは、テープで指紋を採取する、じゃない。確かに、アニメとかでそういう描写を見たことあるぜ。とりあえず採取できそうなアイテムがないか探してみよう。またこの部屋に見たことないアイテムが。スーパーグルー。接着剤だろうな。お、この部屋にも何かある。テープだ、これで指紋を切り取らずに採取できそう。まだ切り取るつもりだったのか。これでミスティの指紋を採取できる。でもどこで採取するんだ。触ったものなら何でも良さそうですが。おお、ちょうどさっきまで触ってたボトルがあったよ。これで指紋をゲットだな。一見頑丈そうなセキュリティでも抜け穴が必ずあるのさ。早速ジムに入らせてもらうよ。オープン。ここで最初に手に入れた接着剤を使うんだぜ。バランスボールに塗ったけど、これでどうなるんだろう。跳ねさせなくするのかな。しょうもな。仕掛けはこんなもんでいいかな。他にできることもないしな。それじゃあ証拠を取り去って、この場から離れよう。さて、あのバランスボールはどうなるのでしょうか。気になる結果は来週。待てるか。今度はダーリンと一緒にエクササイズするわ。あれ、おかしいわ。くっついてない。え、ちょっと待って、どうしてくっついてるの。ハニー、君がやったのかい。違うわ、私はこんなこと。いやー、なんで離れないの。ハニー、君の家に来るとどうしてこんな目に遭うんだ。ごめんなさいダーリン、私じゃないのよ。もうエクササイズなんてゴリゴリだー。ミスティは散歩をしたいと思っています。その方向に優しく押してあげましょう。え、押す。この分だけでなんか物騒なんですけど、具体的に何をするのかやっていきましょう。モデルさんの歩き方って素敵ねー。キャットウォークっていうの、私にもできるかしら。ダーリンをもっとメロメロにできそうね。ブックフック。ブワーッと。最近あのおっさん関連ばっかりな気がするんだけど、前回もずっと一緒にいたしな。うちで私のキャットウォークを披露してあげましょう。そうとなれば早速ダーリンに連絡しなきゃ。モデルミスティの誕生よ。散歩っていうのはただの散歩のことじゃなくて、キャットウォークをすることを指していたんだね。ってことはキャットウォークをするバーさんを押せと。真後ろから押したら速攻でバレるぞ。それなら長い棒を使って押せばどうよ。それだとおっさんにバレねえか。うぷ主、ヒントちょうだい。頼るの早。了解。ワイヤーを探せって。なるほど、ワイヤーを張って足を引っ掛ける作戦か。確かにそれなら姿を見られることなく自然に転んでくれそうね。でもワイヤーなんてどこにあるの。だから早。ワイヤーは拷問部屋のクローゼットの中にあるって。わかったわ。
おい、その段ボールはなんだ？なんかテーブルの上にあったから持ってきちゃった。ただの泥棒じゃねえか。オープン。あったー、散々探した甲斐があったわ。速攻でヒントに頼ってただろ。さてこのワイヤーをどこに仕掛けよう。ふっかっか、ヒントに任せなさい。星が溜まってるからって無駄遣いを。階段の上部にワイヤーを適用します。ご苦労。今回のステージ、随分とヒントが丁寧だな。いつもこれくらい丁寧に教えてくれたら助かるんだけど。ここにワイヤーを仕掛けて。うわぁ、これマジのやつじゃねえか。そしてこの謎の段ボールをここに。なんだ、バラの花びらが入っていたのね。随分と優雅にキャットウォークしようとしてんな。それじゃあミスティが来るから隠れていよう。ダーリン、私の優雅なキャットウォークを見てちょうだい。引っかかれ。うわ、何？持ち直したー。危ない危ない。どう、ダーリン、私のウォーキング。普通の歩き方じゃないの。違うわ、よく見て。うふん。ワイヤーとバラだけじゃダメだったんだ。まさかばあさんが持ち直すとは思わなかったわ。前回トレーニングしたから身体能力が上がったのか。もう一度家の中に使えそうなアイテムがないか探してみよう。強制的に滑らせる方法ないかしら。ワックスを床に塗るとか。オイル発見。これはワックスよりも強力よ。ワイヤープラス油で転ばないはずがないよ。さあこのフルセットをセッティングしましょう。ここまでやらないと転ばないって逆にすごいぜ。オイルをたっぷり塗っておきますね。どんなキャットウォークになるのか楽しみだわ。もう一度よくわかるようにやっておくれ。仕方ないわね、ダーリンの頼みならもう一度やるわよ。なんでわざわざスローになるんだ。うわぁ。いやぁ、世界が回ってる。なるほど、これがキャットウォークか。違うわよ。豪快だね。ミスティの愛のポーションを使用して、彼女を一つの本当の愛と再会させます。次は愛のポーション。惚れ薬ってことだよな。彼氏がいるのにどうして惚れ薬なんて必要なんだろう。あのばあさん強欲だからね。うっふ、最高の惚れ薬を作って、ダーリンが私しか目に入らないようにしてやるわ。独占欲の塊だ。でもこの薬の作り方、難しくてよくわからないのよね。適当に混ぜ合わせたらできないかしら。格好は本格的なのに雑ねえ。ダーリンよ、もっと私に惚れなさい。たっぷりの愛情を込めて作れば失敗はしないわ。ということで今回はあのポーションに何かを加えて、ミスティの代わりに完成させるのが目的だと思います。あんな薬、本当に効果があるのかしら。どうだろうな、プラシーボだと思うんだが。完璧に作ってもあのおっさん鈍感だから効果ないかもね。動物の愛のポーションの式を見つけます。出たわ、不親切ヒント。もう一丁。動物の愛のポーションの式は魔法の本にあります。そういやミスティは、謎の本を頼りに作ってたな。ちょっと、その本がどこにあるのかが知りたいんだけど。魔法の本は洗面所の他に上層階の寝室の食器棚にあります。もう、それなら最初からそう言ってよ。全部ヒントに聞いてんじゃねえか。寝室の食器棚の中ね。あったわ、これを頼りに作るわよ。まずはここに本を置いて。作り方が書いてあるが、筆記体だから読みづらい。そんな時こそヒントをじゃんじゃん使っていくのよ。クエン酸はレモン果汁に含まれています。レモン、わかったわ。次はキッチンよ。おい、そのガソリンは何に使うんだ。混ぜてみようかと。これ薬にガソリン入れるなんて聞いたことねえ。マリサ、本当に完璧に作ったらばあさんの思うツボよ。ここは私たちオリジナルのアレンジを加えてあげないと。アレンジがひどすぎる。それではミスティに代わって惚れ薬を作りましょう。まずはレモン汁を加えて、最後にガソリンを加える。惚れ薬の完成、早速ミスティに飲んでいただきましょう。なんだ、さっきの適当な配合で出来上がったじゃない。ダーリンも呼んだし、早速飲んじゃおうかしら。味は微妙ね。うふん。ハニー、一体どうしちゃったんだい？あら、もう聞いてるの。え、何のことだい？とぼけちゃって、照れたダーリンも素敵よ。なんだ、何か隠してるのかい？私の魅力は隠しきれないわよ。うわぁ、なんでゴリラだ。いやぁ、どういうこと？ハニー、僕と結婚してくれよ。ほ、おい、浮気を感じてたんだな。ミスティ、彼女は美人コンテストの審査員を吹き飛ばそうとしていると思います。代わりに彼女を吹き飛ばしてみてください。え、美人コンテストを吹き飛ばす？もしかしてミスティはこの時のためにダイエットとか自分磨きをしていたのかしら。でもそれがうまいこといかなかったから、周りの参加者を妨害しようと。ひどい野郎だ、早速見てみよう。
お、来た来た。ハニー、おめかしはバッチリかい。で、ダーリン、完璧に仕上がったわ。ただ、他の参加者が万が一私以上に目立つといけないから、用意したマシーンを他の参加者の時に使ってちょうだい。あ、わかった、任せて。ふっふっふ、今回のコンテストの優勝はいただいたわ。出番まで休んでるわね。やっぱり、他の参加者を妨害しようとしてるわ。ひどいなぁ、痩せられなかったからって。私たちが全力で妨害したからな。今回の指示は何でしょう。ミスティを風船のように爆破させます。とんでもなく物騒なことが書いてあるんですけど。そしてここにちょうどよくヘリウムガスがあったわ。これを口か鼻に突っ込んで膨らませればいいんだね。怖いことをさらっと言うな。そもそもミスティには直接触れねえだろ。じゃあこのボンベで後ろから、武器として使うな。さっきおっさんと話してたけど、何か妨害する仕掛けを用意しているみたいだよね。あ、そうだな。その仕掛けをうまいこと使えればミスティを妨害できそうだぜ。で、その仕掛けはどこにあるって?いや、場所のことは話してなかったからどこにあるかまでは。そっか、自分たちで探すしかないのね。そもそも、そんなコンテストをこの家のどこでやるんだ。あ。あれだ。うわ、企画によるとすごい大きさだ。こんなでっかいステージを用意してたなんて。ここで美人コンテストが開催されるわけね。ついでだし私も出場しようかしら。置いてくぞ。このステージのどこかに仕掛けがあるはず。ばあさんが来る前に探そう。なぜここに子供がいるんだ。出て行きなさい。ダメなの。今までおっさんがいても普通に行動できてたのに。もしかして今までは運よくおっさんに見つからなかっただけだったのかもしれないぜ。ミスティ、おっさんにステージの見張りを頼んでいたのか。今回の敵はばあさんとおっさんの二人よ。どうにかあのおっさんに気づかれないようにステージを探らないと。おっさんの後を慎重についていけば大丈夫でしょ。そのままそのまま。こらぁ、さっき追い出したのにまたったか。早く出ていけ。くぅ、あのおっさんどうして気づいたのよ。勘の鋭いおっさんだぜ。さっきステージの後ろ側に色が違う壁があったんだけど、あそこからもしかしたらステージの床下に行けるんじゃないかな。床下に何か隠してそうね。ああ、見張りまでつけるくらいだ。焦らず距離を取って近づくしかないかな。前回のゴリラが突撃してくれたらもっと簡単なのに、コンテストもめちゃくちゃになるだろうな。おっさん、どうか気づかないで。突然出てきたんですけど、どのくらいの距離なら気づかれないのかしら。ミスティも結構離れてても気づくときあるからな。あのジジババカップルは感が鋭い。この距離なら大丈夫そうだ。よしよし、そのまま振り返らないでね。いける、いけるわよ。突入。開いた。やっぱり床下に何かあるわよ。ミスティはこの装置で他の参加者を吹き飛ばそうとしてたのか。そんな悪いことを企む輩には、逆に吹っ飛んでもらいましょう。ガスの栓を開けて。これで準備は完了だな。ミスティが来る前に急いで隠れなきゃ。おっさんも近くにいるから見つからないようにね。そろそろコンテストの開始時刻だわ。他の参加者が来る前にステージの最後の確認をしておきましょう。ダーリン、異常はなかったわね。もちろん、僕がしっかり見張っていたから大丈夫さ。よろしい。こんな感じでポーズを決めて。表情も明るくね。うふん。おい、体が。うわ、急に太った。え、うわぁ、何よこれ。いやぁ、どうなってるのこれ。飛んでる。さっきのヘリウムガスだわ。うわぁ。風船だ。大成功。現在でテイルストーリーをすべてクリアしたので、お次はスペシャルチャプターをやっていきます。番外編もかなりステージ数があるぜ。だから T さんは生徒を騙すことができると思ったのですか。彼女の驚きを台無しにするひどいアイディアがあります。物事は厄介になります。わっかんね。実際にやっていくしかねえな。今日はイースター。悪ガキどもを泣かせるイベントだわ。卵にスライムを注入して、顔面にぶつけてやりましょう。ひどいこと考えてんな。スライムでべっちょべちょにしてやったら傑作ね。はい、ということでこの状況を回避しつつミスティを痛い目に合わせてやりましょう。あっちはいたずらの準備が完了してるけど、こっちは何一つできてないわよ。困った時はヒントに頼ろう。卵を切る何かを探せって。卵を切る、ハサミかしら。そもそも卵を切ってどうするのか想像できないよ。注入したスライムを取り出すんじゃないか。ああ、それなら投げつけられてもなんともないわね。紫色のペンキ。ペンキなんてどうするの?今の段階じゃ使い道がわからねえ。
あれ、ハサミを取ったけど、指示が次に進まない。ハサミじゃないってことか。どうやら卵を切る道具はハサミじゃないみたいなので、ここでヒントを確認したいと思います。なになに？ペーパーカッターを探して、卵を切れってよ。ああ、ハサミじゃなくてカッターだったか。ハサミもカッターも同じじゃないの？いや、かなり違うだろ。カッターで卵を切る方が、形が崩れにくいのかな。まあ、ハサミよりうまく切れるんだろ。早速カッターを見つけたわよ。よかった。こちらの会場の空気は絶賛凍りついております。どうしてくれんだ。あ、テープも見つけたよ。切った卵をこれで塞ぐのか。だいぶアイテムが集まってきたわね。これでミスティを拘束して脅してペンキで色を塗ってやるんだ。イースター全く関係ないし怖すぎるんですけど。2階は一回りしたので、1階に降りてきました。あ、イースターで使う卵があんなところに。この卵の中にご丁寧にスライムが注入されているんだよな。あら、この卵、切れないんだけど。どういうことだ、他に卵があるのか。あのミスティのことだし何か隠し玉がありそうだよね。引き続き1階を探索してみよう。何この巨大な卵。キャー、ばあさんか。落ち着け、これは偽物だ。びっくりした。ちょっと、この卵の中にスライムを入れろってよ。卵の中にミスティがいて、その中にスライムを入れて、ちょっと理解が追いつかないんだけど。てっきりあの小さい卵からスライムを取り出すのかと思ってた。こんなことして本当にミスティに仕返しができるのかしら。一応完璧に元に戻せたけどな。この卵がどんな役割をしてくれるのか、とりあえず隠れて様子を見てみよう。皆さん、今日はよく来てくれましたね。私の可愛い教え子たちにはぜひイースターを楽しんでもらいたくて招待したわ。素晴らしい、教師の鏡だ。え、皆さんに卵を探してもらう前に、まずは開会式でこの巨大卵を。はぁ、なんだよこれ、違う、これにはスライムを入れてないわ、なんでー。やったー、ドッキリ大成功。スライムの使い方は無限大だな。だから、彼女が新しいトランポリンに興奮しているのを見逃してはいけませんか。相変わらず何を言いたいのかさっぱりだわ。今回はトランポリンが出てくるんだろうな。そしてこのカッターが今回重要になりそうだぜ。それでは実際にやっていきましょう。あ、ダーリンともっと親密になるにはどうしたらいいかしら。そういう割にひどいことばっかりおっさんにしてる気が。あ、そうだ、トランポリンを一緒に飛んだら母夫婦になるな。ダーリン、I love you。僕もさ、ハニー。親密になるための手段でトランポリンなんて普通は出てこないぜ。普通じゃないのがミスティです。よし、早速ダーリンを呼んじゃおう。じゃあ私たちはそのトランポリンに細工しよう。私たちただの悪者じゃねえか。とりあえずカッターを使うってことはわかってるから、まずはカッターを探そう。カッターならさっき見つけた部屋にないかしら。毎回あの部屋にあるわけじゃねえだろ。なんかこの作業部屋、どんどん物が増えていってるような。何これ、初めて見るアイテムだな。そういうアイテムはとりあえず回収。これは、針と糸だな。あ、わかった。カッターで破いた後に縫うのよ。このゲーム、証拠を隠さないと見破られるからね。意外とその辺は厳しいんだよな。金はなし、常に金探してんのかよ。このばあさん結構溜め込んでそうじゃない？ついでにいいかなーって、泥棒だぞ。あ、さっきと同じ部屋にカッターがあったよ。珍しいな、隠すのが面倒だったんだろうか。よし、あとはトランポリンをズタボロにして縫うだけね。自分でズタボロにして補修する意味。確かに、切って縫ってもあまり意味ないよね。ってことは他に何か仕掛けをするってこと？ああ、何かを仕込むんだろうな。こちらが愛のトランポリンです。容赦なく切るわよ。これ直せる気がしないんだけど。やっぱりこの中に何かを入れないとダメなんだ。ウプ主が入って脅かしてやるってのはどう？ジジババの体重がもろにかかる。おい、こんな時こそヒントだ。トランポリンの中心に置くために尖ったものを見つけてください。尖ったもの？それならこの針を使う。小さすぎねえか？剣山みたいなのを受けってことだとしたら、ただの拷問だよね。サボテンを探してトランポリンの中心に置いてください。サボテンでも十分拷問じゃねえか。サボテンを中心に置いたまま跳ねたら。なるほど、愛には痛みがつきものなのか。何うまいこと言おうとしてんだ。あ、案外近いところにあったわ。ミスティがトランポリンに近づく前に急いで設置してこよう。ちょっとトランポリンの練習をしておこうかしら。まずい、もう来ちまう。キッチンから出たわ。急いで補修。尋常じゃないスピードで補修されていく。危なかった。あと少しサボテンを見つけるのが遅かったら。
間一発隠せました。それじゃあばあさんの様子を離れてみてよ。ダーリン、ほら、楽しいわよ。おいハニー、なんかおかしいぞこのトランポリン。何言ってんの、別に普通よ。来た、何回待ちくっと。来たー。あー、ハニー、サボテンか。ダメだ、それ以上跳ねちゃ。そんなこと言ったってー。あー、バランスが、来たー。私たちの愛はこんなんばかりね。どうしてこんなことばかり。ちょ、あんたもっと優しく抜いてちょうだいよ。ごめん。あやー。サボテンがトラウマになりそう。ミスティの偽のサプライズは本当の悪夢に変わりつつあります。偽のサプライズ、また何かを企んでいるんだな。そして今回は必要なアイテムがわからない。自分たちで考えないといけないね。ダーリンに何かドッキリを仕掛けたいわね。あ、ハロウィンの時に使ったこの偽物のコウモリをプレゼントボックスの中に仕掛けて、怖がるダーリンを優しくなだめて好感度アップ。すごい腕力してる。あらゆる手を使って好感度を上げようとしているその姿勢、嫌いじゃないわ。何目線なの？あのおっさんフランシスって名前だったんだ。フランシスへのサプライズを失敗させるのが目的だね。失敗させるって言ってもどうするか。あの偽物のコウモリを別のものに差し替えるんじゃない？別のものか。偽物のクモとか変わらねえだろ。ミスティがフランシス以上にびっくりするものを使えばいいと思うんだぜ。コウモリを捕まえる何かを見つけてって。コウモリを捕まえるって本物の？なるほど、本物のコウモリに差し替えたら確実に驚くな。でもさ、コウモリなんて家にいるもんなのかな？ドラキュラの家にならいるんじゃないの？ここの家は。あ、魔女のうちにもいそうですよね。完全に偏見ですけど。私の家にはいねえぞ。ってことはミスティは極悪魔女みたいな顔だし、家にコウモリくらい住み着いてるかも。すげえ失礼。コウモリがどこにいるのかもわからんが、捕まえ方もわからないんですけど。あり？ネット、虫みたいに簡単に行くかよ。じゃあちょっとコウモリの捕獲方法をググってみますね。ラジオなどで音波を飛ばして動きを鈍らせてから虫取り網などで捕獲できるみたいですよ。あ、やっぱり網だった。じゃあ虫取り網がないか探してみるか。どこにも網なんてない。おい、もしかして別のアイテムなんじゃないか。これだけ探しても見つからないならきっとそうでしょうね。誰か答え教えて。あ、こんなところにカゴがあったよ。カゴ？飛んでるコウモリをこのカゴでどうやって捕獲するんだ。確かに、叩き落としてカゴに入れるんでしょうか。うっそう。ミスティに本物のコウモリで本物の恐怖を与えてください。と、指示は相変わらず不親切なのでヒントを見てみましょう。コウモリが飛び去らないように煙突にケージを置きます。煙突に置いたらコウモリがカゴに入っていくのかな？っていうかコウモリって煙突にいるものなのか。とりあえずサクッと屋根の上に乗って煙突のところに行きましょう。はしごを持ち運べるのは知ってたけど、ここまで登ったのは初めて。さすがのミスティもここまで追いかけては来れないでしょ。あ、煙突があったぜ。ここにカゴを仕掛ければいいんだね。さあコウモリよ、寄ってこい。気合が足りないのかな。いや、そういう問題じゃねえだろ。これだけじゃダメなんだ。何かコウモリをおびき出すような。コウモリが屋根に出てくるように煙突を発射します。いや、どんな役？煙突から煙を出せってことだろ。煙と言ったらガスコンロで一炙り。うわ、本当にコウモリが出てきた。あとはカゴを回収して、ボックスの中に仕込めば OK だな。ドッキリを仕掛ける側かと思いきや、いつの間に仕掛けられる側に回ってたドッキリ。テレビで見たことあるわ。偽物が本物にすり替わってたらどんな反応をするか。ダーリンにサプライズプレゼントよ。うわぁ、本物じゃないか。え、嘘、なんで？私は偽物のコウモリを箱に。ハニーどこに行くんだ。いやー、ついてこないでー。コウモリがうちの中に。もうこれどうしてくれんのよ。そんなこと言ったって君が用意したんじゃ。ちょ、話しなさいよ。やだー。ミスティのスケートボーディングセッションはねじれたターンをしようとしています。つまりスケボーをやると。あのおばあさん何にでも挑戦しますねー。スケボーをするミスティをなんとか妨害しましょう。みんなは私がスケボーなんてできるわけがないって思ってるでしょうから、ここで私の凄腕テクニックを見せてあげるわ。まさか、行くわよー。すげえ。どう、これが何でもできちゃうていちゃんよ。なんて身体能力の高さ。姉ちゃんだったら今頃救急車騒動だよ。なんて身体能力の低さ。あのミスティにできて私にできないなんて。負けました。負けを認めるのが早い。さあ、あのスケボーをどうしてやりましょうか。真っ二つ。どうやって子供の力で真っ二つにするんだ。とりあえずいつも通り探索してアイテムを探そう。キッチンでこんなものを見つけました。なんだこれ、ラックか。
スケボーにラップ、どう使うのか全くわからない。オイルも発見。スケボー発見。これで準備は整ったか。スケボーをちょうどいい場所に設置しろだって。さっき玄関から滑ってたし、玄関でいいかな。ああ、置けそうだ。残りのオイルとラップもこの近く。そうだね、ここに濡れるよ。なんかばあさんをどうするのかわかった気がするぜ。最後にこのラップをここに。ラップというより薄いブルーシートみたいなんだけど。なんだいこれは、おかしいね。やっぱあのラップかな。あれはどう見ても怪しいぜ。透明のラップがあればいいんだけど。あったよ。透明のラップにしたらうまくいくだろう。セッティングしてミスティの様子を伺おう。技の練習をしてもっとみんなを驚かせてやるわ。お技も習得したいわね。行くわよー。よし、そのままだ。苦しい、苦しいわ。これは声なの。そのラップが原因です。あ、はっはっは、ざまあみろ。むきー、この悪ガキどもの仕業か、許さんぞー。で、身動きが、くっそこのラップのせいで、動けないー。やったー、大成功。ミスティの小さな小さな嘘は、この大会で彼女を大きなトラブルに巻き込むでしょう。あのばあさん何か嘘をつくつもりね。大会って何の大会なんだろうか。あ、あなたって本当に素敵な吸血鬼だわ。えへへ、そう言ってもらえて嬉しいよ。え、ちょっと、まさか浮気。私もあなたのような素晴らしい人間になりたいわ。ん、指輪。今よ、ダーリン。なんだ、声が見えなくなったぞ。うっふ、これでハロウィン大会優勝できるわ。吸血鬼から謎の指輪を盗んだわ。ばあさんはあの指輪を使ってハロウィン大会の優勝を狙っているんだぜ。それを私たちが阻止しないといけない。おいおい、それにしてもこの家、随分と気合を入れてハロウィン仕様にしたな。すごいわね、至る所がハロウィン仕様よ。とりあえずいつも通り、家の中を探索していこう。あら、さっきの吸血鬼じゃない？これって近づいても大丈夫かな？おっちゃまー。ダメじゃねえかー。こらー、貴様ら誰じゃ？貴様こそよそ者だろうが、よそ者同士が喧嘩してる。あの吸血鬼には見つからないようにしましょう。別の部屋を探すしかねえな。うわ、ミュージック部屋がお肉部屋になってる。なんでお肉部屋にしたんだろう。お肉が食べたかったのかな。食べたかったからってこの量は異常だろ。これじゃあ何が使うアイテムなのかさっぱりわからないわ。何このいかにもな宝箱は。ダメだ、鍵がかかって嫌がる。赤い鍵ならそこら辺に落ちてるわ。ちょっと鍵を持ってきて宝箱を開けてみよう。鍵を探してたら拷問部屋にルーペがあったわ。わかった、このルーペで T ちゃんの髪を焼くんだ。指輪のくだり全く関係ねえ。早速オープン。ひぃ、なんだよこれ。腕じゃないの、気持ち悪い。あれ、この腕に指輪がついてるよ。おい、ルーペで指輪を見れるぞ。大きいから小さい。どういう意味なんだろう。ミスティがあの吸血鬼を騙してまで欲しがってた指輪だ。何かの能力があるに決まってるんだぜ。残りの二つの宝箱も開けて確認してみましょう。あれ、同じ手と指輪だ。え、指輪って一つじゃなかったの。今度は小さいから大きいって書いてあるわ。謎だ。謎すぎて何をすればいいのか全然わからん。三つ目の宝箱も同じだぜ。これは大きいから小さいだ。一つだけ書かれている絵が違う指輪があるだけだったな。この指輪たちに何かをするんだろうけど、目新しいアイテムが他の部屋にはないのよねー。ヒントにもルーペで指輪を見ろとまでしか書かれてないし。吸血鬼の部屋を調べてなかった。さっきはピアノ弾いてたのに、あのハゲいなくなってるわ。ひでえ呼び方。うわ、棺桶だ。じゃあ、ハゲ何してんの？ね、眠ってる。お、指輪をゲットしたよ。おい、指輪が計4つあるんだけど。盗まれた指輪を交換するため、宝箱を見つけてロックを解除する。え、指輪は盗まれたのに、あの吸血鬼がつけてたわよ。もしかして盗んだ指輪と別のものをつけさせられたんじゃないか。じゃあ本物の指輪と偽物をまた交換してやれってことだ。でもどれが本物の指輪なのかわからないわ。勘で。ええー。じゃあこれと交換するわよ。成功する未来が見えねえ。今から皆様に魔法をお見せします。大きくなーれ。うわあ、ミスティが巨大に。今年のハロウィン大会の優勝は私よ。神大成功だ。それじゃあ失敗じゃない。勘じゃダメか、ちゃんと見て決めないとね。一つだけが違う指輪を交換してみるわ。小さいから大きいの指輪だな。これでミスティは大きくなれないんじゃないかな。結果を見てみよう。魔法をお見せしますわ。ちっちゃくなったー。
あ、は、は、は、ちっちゃい。どうして？ちょっとダーリン、あんた指輪ちゃんと取らなかったね。どうしてくれるのよ、これじゃ優勝できないわ。わあ、ハニーやめてくれ。やったー、大成功。どうやって戻るのか気になるわね。ミスティは彼女が水の上を歩くことができると彼らを騙して考えさせることによって競争を騙すことができると思った今のバカは誰ですか？何言ってんのかしら。水の上を歩けないのに、インチキしてみんなを騙そうとしているんじゃないか。ああ、なるほどなるほど。水の上を一体どうやって歩くつもりなのか気になるね。さあダーリン、お願い。任せろ、ハニー。ふふ、このピラミア入りのプールに、巨大ガラス板を仕込めば水の上を歩いているみたいに見えるわ。古典的な方法だった。よし、あのガラス板を割ろう。即決。それじゃあガラスを割る道具を見つけてこないとね。ピラミアまでプールに入れて、相当盛り上げたいんだろうな。じいちゃんは吸血鬼でもないただの不死身ババアなんだから無理しなくていいのに、吸血鬼よりすごくない？あら、このボール何？さっきまでこんなものなかったぜ。生肉のブロックだね。あ、ピラニアの餌じゃないの？割ったガラス板の上にピラニアをおびき寄せて、割れてることを隠すんだろうか。なるほど、ピラニアでカモフラージュするんだ。じいちゃんは意外とよく見てるから隠蔽工作しないと気づくのよねー。あ、キッチンにハンマーがありました。それじゃあプールに行きましょう。餌を撒いて。よしよし、寄ってきた寄ってきた。ガラス板にヒビを入れておいて。準備は整ったな、隠れて様子を見ていよう。変身してこのピラニアだらけのプールを渡ってみせましょう。気色悪。どうせなら顔もコウモリになればよかったのに。ほほほほ、どうですかな。空を飛んで渡るなんて卑怯よ。私は水の上を歩いて渡るわ。瞬き厳禁、それじゃあ行くわよ。ふふ、ピラニアがいたって関係ないわ。私は天下の不死身のティーちゃんよ。不死身のティーちゃんがこれで不死身じゃなくなるかもね。さあ一気に渡ってやるわ。え？やったー、大成功。いやー、ピラニアピラニアー。自力で水の上走ってる。え、これはティーちゃん大成功なんじゃ。